ということで、はい、まあ、世の中にはね、うんうんうん、ストレスが溢れているんですよ、うんうんうん、ね、皆さんちょっと今落語家っぽく脱いだ方がいいですか始まりますよってまあとかくね、どこで脱ぐか、最近世の中あのストレスが溜まりがちな世の中ですけど、うん、やっぱりあのストレスを解決するには、うん、ストレスコーピングですよね。ん始まったやっぱりこのストレスを解消したいと思ったら、はいはいはい、体調やっぱりストレスコーピングしてます。うん、僕ダメですよ、そういう面白い返しが出てこない。えストレスコーピングしてないんですか。してないですね。ちなみにあのストレスコーピングって知ってます、うん、知らないですよ。ちょっと大丈夫ですか、それで。これ僕いつも面白い返事は何ですかね。わからないって言っとけばいいんですかね。大丈夫、ストレスコーピングを知らなくて世の中やっていけます、うん、やってきます皆さんどうです、ストレスコーピング。知らなくて、ストレスが溜まった時、ストレスコーピングというのはストレスにコーピング対処法ってことなんですね、うんうん、でストレッサーっていうのが、うん、ストレスの元になるもの、うん、で物理的なものから社会的心理的なものまで原因は様々ありますと、うんうん、要は、まあ、原因ですね、うん、がストレッサー、うん、でそれをどう感じるかが認知、うん、いやこの起こったことに対してそれを評価する、うん、腹が立つとか、うんうん、っていうことでなんかストレスが発生するわけですね、うん、で反応しますと、うん、で例えば心理的に言うと、うん、抑うつ状態になったり不安が湧いたり、うん、怒りが湧いたり、うん、で体的にはなんか心臓がドキドキしたり、うん、お腹が痛くなったり、うん、頭が痛くなったり、うん、で行動としては、うん、過食とか、うん、アルコール依存など、うんうん、っていう、うん、この3つが主にそのストレスの原因、うん、でストレスコーピングっていうのはそれぞれ焦点を分けて考えてみようっていうのが、うん、ストレスコーピングで、うん、例えばそのストレスの元を考えるのが、うん、ストレッサーについて考えるのが問題焦点コーピングだと、うん、直接働きかける方法で例えばじゃあそのストレスを遠ざけるとか、うん、そのストレスから離れるなどの方法ができる、うん、ただまあそのストレスそのものに働きかけるので、うん、実行が難しいっていうのが難点ですと、うん、要はその会社に二等兵のことを無視する人がいる、うんうん、離れようって言っても、うん、辞めるしかないですもんね、うん、そうなると、うん、まあ、今たまたまそのコロナで、うんうんうん、何でしたっけ、家でやるやつテレワークテレワークが進んだので、はい、離れられましたけど、はいはい、っていうのが問題焦点コーピング、うん、で情動焦点コーピングっていうのは、うん、ストレスのもとに働きかけるのではなくて、うん、考え方や感じ方をちょっとスイッチしてみようよ、うんうん、っていう、うん、例えば、まあ、ポジティブシンキングとか、うんうん、あの家福はあざなえる縄のごとしなんて言って、うん、いや悪いことがあったらいいこともあるよみたいな、でストレス解消型コーピングっていうのは、うん、そういうストレッサーでもなくて、うん、認知でもなくて、うん、もう感じたそのもの、うんを発散する、うん、美味しいもの食べる、うん、温泉に入る、イラッとしたら美味しいもの食べるみたいな、お酒を飲む、うんうん、とかバッティングセンターに行く、うんうん、っていうのがストレス解消型コーピングですと、うんうん、で、まあ、いろんな本を読むと、うん、それぞれやり方はあるから、うん、それぞれに自分の、うん、なんて得意、うん、得意じゃないな、やり方、うんうん、この時はこういうやり方があるよね、うんうん、この時はこういうやり方があるよね、うん、この時はこういうやり方があるよねっていうのを持っておくといいよっていう話で、うん、この認知の部分っていうのはその要は考え方が凝り固まってるわけですよね、うん、要はそのパターンって結構決まってると思うんですよ、うん、要は我々やってる、まあ、先ほど紹介した MBTI もそうですし、はいはい、エニアグラムもそうですよね、とらわれですからね、とらわれ、要は考え方にはパターンがある、うん、それがなんか自分でもちょっと分かると、うんうん、このなんか認知の部分とかではなんか役立ちそうですよね、まあそうですよね、はい、なんてのを思ったりしました、うん、はい、でまたこの
お話で良かったのが、まあ締めの方でですね、ポリフォニーっていう言葉が出てくるんですよね、うん、はい、ポリフォニー、うん、体調もあのポリフォニー大事だと思ってますよねどうです、はい、やっぱみな皆さんもあのポリフォニーは大事だと思いますよね。ポリフォニーね、ポリフォニーっていうのは、うんうん、自由という名のサプリでポリフォニーっていうのが出てくるのが、うん、オープンダイアローグ、うん、あ、じゃあオープンダイアローグの説明しますね、はい、すいません。オープンダイアローグっていうのは1984年の8月27日フィンランド西ラップランドのケロプダス病院でクライアントについてスタッフだけで話すのをやめるという取り組みが交わされましたと、うん、これがオープンダイアローグの始まりですと、うんうん、要はパッと聞き当然のように思われるかもしれませんが、うん、現在でも患者さんや家族が参加しない、うん、医療関係者だけで集まるカンファレンスで、うん、要は治療方針がよく決められると、うん、要は家族とか関係者がいない中で、うん、医療関係者と患者だけで決まることが多い、うん、でこのオープンダイアログっていうのはその薬をちょっとでも減らしていこうみたいな動きの中で、うん、あの行われたらしいんですけど、うん、オープンダイアログでは精神病症状による危機が生じたときにおおむね、ケアチームが編成されて患者さんや家族との治療ミーティングが開かれると。いやもう即時対応が原則、うん、で職場の上司や学校の先生なども招かれますと。つまりそのソーシャルネットワーク全員で集まって、うん、彼とか彼女とかを見ていく、うん、いやでそれを対話でやっていこうっていうそのオープンダイアログのキーワードの一つでポリフォニーってのがあると。もともとはロシアの文芸批評家であるミハイル・バフチンっていう人が提唱したみたいなんですけど、ポリフォニーっていうのは簡単に言うと複数の独立したパートからなる音声のこと。一つのパートしかないモノフォニーの対義語として多声音楽を意味するっていうのがポリフォニーなんですけど、ここがそのオープンダイアログのキーワードっていうのはみんなと話をする中で、うん、いろんな人の声が立ち上がっていき、うん、それを聞いているうちにまた自分の中でも、うん、いろんな声が立ち上がってくる、うん、っていう状況が、うん、そのオープンダイアログで、うん、キーワードとなっているポリフォニー、うん、でちょっと二戸がちょっとここで反省したのが、はい、星野概念さんが言うんですね、うんうん、調和よく結構僕調和みたいなこと言うと思うんですよ、はいはい、調和の押し付けをすると思うんですけど、うんうん、調和を取ろうとすると、うん、ポリフォニーじゃなくなっちゃうんですねと、うん、要は僕って結構その調和と、うん、みんなの声が立ち上がってくるっていうのは、うんうん、同義だと思ってたんですけど、うんうんうん、ここで言う星野概念さんは、うん、それは違うって言うんです。反対意見もあるってことですよね。調和を取ろうとするとポリフォニーじゃなくなっちゃうと、うん、要はカルト化するみたいなことですと。調和を取ろうとすると削られていってしまう声や意識がやっぱりあると、うん、だからこうまとまっていくってことですよね。そうですね、うん、だからそこからは、はい、あぶれた反対意見とかこう切り捨てられていくみたいな。そうそうそうでみんな違ってみんないい、うん、みたいな言葉も、うん、僕星野概念さんは、うん、とても違和感があると、うん、それはそれで、うん、なんかそのみんな違ってみんないいは、うん、カルトっぽさを感じちゃうんですねと、うんうん、みんな違うまでは悪くないと思うけど、うん、みんないいが続くと、うん、なんかそれでまとめてるというか、うん、これはいいことなんだぞ、うん、って評価を与える感じがすると、うん、要は傾聴っていうのは評価しないっていう話だったんだけど、うん、みんな違ってみんないいってそれ評価じゃん、うん、っていうのがとても違和感がある、うん、要は決めつけんなよ、うん、みたいなのが出てくるんですね、うん、ではまとめなくていいと、うん、で多様性って言われるじゃないですかと、うん、でこれからの時代に多様性はあると思うんですけど、うん、要は人と同じことを考えてもいいじゃん別に、うん、人と同じ考えでもいいし、うん、違ってもいいし、うん、とか多様でなければって必死になる必要ないと、うん、人それぞれって言われても不安を抱く人が多い気がすると、うん、でこういう本を読んでも何かしなきゃ変えなきゃって思うとしたりすると、うん、まあ僕結構そうですね、うんうん、はい、
自覚はあります、はい、ただ伊藤聖子さんがまとめるのは、うん、まあ、これは僕が思うのはこういう本の中では一番必要ない考え方だよと、うん、もう勝手にそれぞれが得るなら得る、うん、得ないなら得ない、うん、それだけでいいと、うん、でもなんかそういうことも話せる空間であったらいいよね、はい、っていうようなことが書かれていて、うん、伊藤平は反省したり、うん、感動したりですうん、はい、うまくまとまってませんけど、うん、いいんですよ、うん、まとめなくていいもん、うん、で何か勝手に感じてくださればいいなとか思いながら、うん、はい、まあ、そう思わなくてもいいって話ですよね。ああ、そうですね、はい、うん、あ、難しいね、うん、そこはまたちょっと二等辺には難しいんですけど、はい、うん、これ難しいですよ、自分は自分みたいなところだけど、自分は自分って思うのも違うみたいな話ですよねでもまあ、うん、人にそれを強制しないっていうことですかね、うんうん、はい、でもこう自分は自分ですよって言った瞬間強制してる感じじゃないですか。アイシンクアイシンクそうをつければいいですかね、うん、でもそうやって言った言うとそうなんだよって言われてる感じがするじゃないですか。なるほどね、うんうん、難しいですよね、何も言わずに考えるしかない。じゃあなんて言います？言えないくないですか。でもだから難しいんですよ。でも言わないとオープンじゃない、オープンダイアログ。あ、だからそう、まあ、僕はそうだ、うん、はい、僕はそうだ、僕はそうだですね、うんうん、はい、